ロシア軍がついにウクライナへ侵攻を開始しました。ウクライナの国土の広さはアメリカのテキサス州を少し小さくした程度のサイズですが、ロシア軍のミサイル攻撃はウクライナの国土全域に及び、それに合わせて陸上からの侵攻も始まっています。中国共産党はロシアに非難声明を出すことを拒否し、むしろアメリカが火に油を注いでいるとアメリカを非難したと報道されています。ロシアによるウクライナ侵攻の中で今注目を集めている企業があります。それは2020年9月に IPO を果たしたアメリカのパランティアテクノロジーズです。しかしこの会社は何をやっているのかよくわからないという印象を持っている人も少なくありません。なぜ今この IT 企業に注目が集まっているのでしょうか。The core mission of our company always was to make the West, especially America, the strongest in the world, the strongest ever been, and for the sake of global peace and prosperity. And we feel like this year we really showed what that would mean. How do you make decisions about which government allies to work with? Concrete, if you're Germany, France, America, Sweden, Japan, it's a very quick process. Palantir Technologies はペイパルの共同創業者だったピーター・ティールと友人のアレックス・カープ、そしてその他数人の元ペイパルのスタッフが2003年に創業しました。2000年当時、ドットコムバブルが弾けて、他のスタートアップ企業と同様にペイパルも経営に苦しんでいました。その上、クレジットカードサービスの不正使用により、毎月1000万ドルを超える損失を出していました。しかしペイパルでは、毎分何百何千を超える数の取引があり、スタッフがそれを一つ一つ確認することは不可能でした。そこで彼らは作業確認を自動化することを考えました。パランティア共同創業者の一人でもあるマックス・レブチェンは数学者を集めてチームを結成、そしてこのカード不正使用問題の解決に挑んだのです。彼らのソフトウェアは不正使用を割り出して自動的にキャンセルする働きをしました。しかし不正使用グループはその仕組みを察知し、すぐまた別の方法で不正を仕掛けてくるといういたちごっこの状態が続きました。そこでソフトウェアと人間の判断によるハイブリッド型の仕組みを作りました。怪しい動きにマークをつけて、それをスタッフが細かくチェックしていくという方法です。イーゴアシステムと名付けられたこのシステムによって、2002年の四半期にペイパルはついに初めて黒字を計上することができました。ピーター・ティールは2002年にペイパルを eBay に売却した後にもこの問題を考え続けていました。コンピューターと人間が協力することでこのような形で問題解決ができるなら、他に活用する方法があるはずと深く考えたのです。そこで彼はスタンフォード大学の同級生だったアレックス・カープとソフトウェアエンジニアのスティーブ・コーエンなどに、テロを未然に防いだり、クレジットカードの不正を防止するシステムを作ろうと声をかけて、2003年にパランティア・テクノロジーズが創業されたのです。パランティア・テクノロジーズが掲げるミッションとは、ビッグデータ・アナリシス、つまり膨大な量のデータを分析することでデータの関係性、パターン、そしてトレンドを見つけ出し、人間が理解できるようにすることによって価値を生み出すことです。この分析によって出されたデータをもとに、企業や組織が正しい意思決定をすることができるようになります。彼らの最初のビジネスはインテリジェンスの世界で極秘情報を扱うことでした。アメリカの CIA 中央情報局が彼らの一番最初のクライアントであり、同時に出資者でもありました。その後 FBI、CDC、そして警察など他の公共機関も次々と口コミでクライアントとなっていきました。当時は民間の企業が彼らの存在を知ることはほとんどありませんでした。しかし2011年、ウサマ・ビン・ラディンの居場所を突き止めるためにパランティアが貢献したということで大きく注目されるようになりました。現在連邦航空局、国防省など多数の政府機関と契約を結んでいます。2009年からは公的機関だけではなくプライベートセクターにもビジネスを広げていき、 JP モルガン・チェイスが最初の商業ベースのクライアントとなりました。その後データ分析の重要性が認識されるにつれて、プライベートセクターでも顧客を増やしてきており、2013年には顧客の 60% が商業ベースとなり、公的機関のクライアントの割合は 40% に下がっています。その一方でパランティアによるデータの扱い方、セキュリティ問題、そしてプライバシーに関する懸念が論争のもととなってきています。ピーター・ティールによるトランプへの選挙資金の寄付及び全面支持宣言、そして CEO のアレックス・カープによる米国政府の安全保障とその同盟国を全面的にサポートするという発言などが注目を集めました。ペイパルの不正検知システムからスタートしたパランティアですが、ビッグデータ解析による犯罪防止や安全保障への貢献から次第に米国政府関係者に支持を広げていきました。
2020年の IPO の株価は10ドルで、バリュエーションはおよそ160億ドルでした。パランティアは積極的に活動範囲を広げ続けており、その活動は現在40以上の産業分野に及び、150以上の国で契約を結んでいます。商業ベースのクライアントには優良企業が名を連ねており、その中には航空機産業、自動車業界、石油メジャーなどがあります。これらの企業はデータ解析サービスを活用して問題解決に取り組んでいます。例えば自動車業界大手のステランティスは、このシステムを使って自動車パーツの不具合を検知しており、エアバスは航空機の生産工程見直しを行っています。また石油メジャーの BP は、このシステムを使って石油掘削の候補地をピンポイントで探しています。そして米国 CDC などの保健機関は、コロナウイルスの拡散対策やリソースの割り当ての最適化などにパランティアシステムを活用しています。パランティアのサービスはソフトウェアアザサービス、 SaaS と呼ばれるもので、彼らが開発したセントラルオペレーティングシステムにクライアントがアクセスする形で使用されます。パランティアは昨年の時点で公的機関と商業ベースの合計169のクライアントを有しています。彼らのシステムは主にゴッサムとファンドリーという AI を活用したオペレーティングシステムの2つに分かれています。ゴッサムはインテリジェンスや軍事オペレーションなどの公的機関にフォーカスしたサービスです。このシステムを活用することで、ビッグデータの中に隠されたデータのパターンや不穏なシグナルを見つけ出すことが可能となります。この解析結果をもとにさらに調査し、例えば麻薬密売、テロ攻撃や不穏な動きがあるのか等を確認することが可能となるわけです。このシステムにより敵の攻撃を未然に防ぎ、味方を守ることにつながるというわけです。その他では大手の金融機関などがクレジットカードや金融システムを使った不正取引の防止や調査に活用しています。もう一方のファンドリーシステムは個別企業のデータ解析にフォーカスしており、顧客分析、サプライチェーン、システム設計など様々な分野で活用されています。パランティのシステムは膨大な量のデータを解析することによって、そこに隠された情報を可視化し、それを活用可能な形のレポートにします。このレポートにより今まで気づけなかったビジネスの弱点や問題点を明確にすることが可能となるのです。ゴッサムとファンドリーの他にアポロというオペレーティングシステムがあります。アポロは全ての環境に対応してアップデートを継続的に行うオペレーティングシステムで、全てのビジネスドメインを一つにつなげる役目を果たします。ソフトウェア業界ではビジネスを拡張するためにシステムを標準化するのが一般的ですが、パランティアの場合はプラットフォームを構築し、それを顧客ごとにカスタマイズします。このサービスにより、例えば検察などの調査機関に対して犯罪組織ネットワークの摘発をサポートしたり、戦闘状態の地域に派兵されている兵士に対して状況を正しく判断するためにデータ解析を行い、彼らのミッションが無事に遂行されるようにサポートします。パランティアはそれぞれの顧客のニーズを理解するためにエンジニアを派遣し、コンサルティングに近い形でサービスを提供します。 We've been very focused on fighting terrorism with data protection, and what we're recently now very focused on as well is innovation with jobs. Now, why should we care? Well, because if you don't have jobs, you're not going to have democracy. And I think, you know, I mean, obviously we were born in Silicon Valley and we're of Silicon Valley in some ways, but this movement towards innovation with no jobs is really hurting our society.And it's bad for companies, it's bad for our country, it's bad for our partners. And what's made our product successful is when we find a convergence between philosophical, moral, and technical things, and we bring it together. And that's actually been the secret of PG, or our government product. It wasn't about making money. Sure, we're a business. We like making money. It was about how can we make sure the special operator comes home or comes home with legs. And that really is motivating. And so,that like on the commercial side, really finding something where workers can use the product. And once the worker starts using the product, they're like really valuable. Because the worker on the front line can begin to do something that heretofore that no worker could do. Actually, a computer alone can't do it because the computer, it's weight, it's a factorial problem. It's, computers are not capable of actually doing this yet. Maybe they will be in 10 years. But by then, the worker will be so good that maybe they're irreplaceable. パランティアの戦略とは基本的には大企業や政府機関などの大型の顧客に対してアプローチするというものです。これらの組織が抱える巨大で対策の実行が困難な問題などが主な対象となります。特に費用や所要期間が膨大になるため、彼らが独自にシステムを導入することをためらうような問題に対してフォーカスします。パランティがこれらの問題に対してデータ解析サービスを提供し、彼らの問題解決の糸口を見つけていくというわけです。こういった大型の顧客を獲得するには膨大な費用と時間を要しますが、
クライアントが彼らのサービスの質の高さを理解した後は、サービスの使用範囲を広げていくようになります。このフェーズに到達すると、プラットフォームを使うことがメインとなり、費用が大幅に低下するため、パランティアの利益率は大きく向上します。この戦略はこれまでのところ成功しており、時間の経過とともに顧客1社あたりの売上高が上昇しています。例えば、2019年から2020年の顧客あたりの売上高は、560万ドルから790万ドルへと 41% 上昇しており、2009年から現在までの平均上昇率は 30% となっています。売上高が上昇する一方で、営業、マーケティング、ホーム、そして開発などの経費が非常に高いことが投資家の間で懸念されています。この経費の多くの部分を株式ベースの報酬が占めています。優秀な営業やエンジニアを獲得するためには、彼らを引きつけるための報酬を知らなければなりません。それを現金ではなく自社株で支払うというわけです。しかし、売上の増加以上に株式報酬コストが大きくなっていると懸念する投資家もいるわけです。このコストがかさむということは、投資家にとって株式の希薄化が進んでいるということになるのです。これはアメリカの多くのテック系企業に共通することですが、この懸念を払拭できるだけの継続的な成長が可能かどうかというのがポイントとなってきます。パランティアのレポートによれば、彼らが活動する市場の規模は1190億ドル、日本円にして約13兆円以上だと試算しています。この試算に含まれる市場は世界中の西側諸国のみとなっています。なぜならば、パランティアのポリシーはアメリカ政府及びその同盟国にフォーカスしているからです。つまり、世界第2位の経済大国である中国や軍事大国のロシアとのビジネスはありえないということです。彼らのメインのクライアントが米国政府機関であることを考えれば当然のことと言えるでしょう。パランティアのサービスはコストが高い上に、効果を得るには長期的な契約が必要になってきます。そのため、対象となるクライアントは大企業や大きな公的機関となります。レポートによれば、年間売上高が5億ドル以上のクライアントになり得る企業は世界に6000社ほどあり、ここが彼らのメインマーケットとなるわけです。パランティアの2010年から現在までの成長率は平均で 40% となっており、非常に高い成長率を維持しています。パランティアの創立当時の所在地はカリフォルニア州のパラアルトでした。しかし、2020年8月にコロラド州のデンバーに移転しています。その理由は、彼らの活動に対して様々な嫌がらせや抗議活動、そして左傾化が加速し、時によっては社会主義的とも取れるシリコンバレーの動きに嫌気がさしたためだとしています。国家の安全を守る国防省や諜報機関とソフトウェアプロジェクトを進めることは物議を醸しているが、インターネットを使う一般顧客から個人情報を集めて、それを売り飛ばす広告ベースの企業は、その事実を覆い隠そうとしており、パランティアは彼らとは違うと SEC に提出した書類の中で述べて一線を画しています。IT 企業の多くがアメリカ政府機関と距離を置き、場合によってはトランプ元大統領と対立してきたことを考えれば、パランティアはかなり異質な存在と言えるでしょう。そのため、一部の人にとってはパランティアは単なる投資対象だけではなくなっており、その反対に左翼系の人々にとっては敵対的存在とみなされてきています。CEO のアレックス・カープは、今後は AI を制した者が世界のルールを作る。それを成すのはアメリカか、さもなければアメリカの同盟国でなければならないと述べています。You have reportedly taken over Project Maven from Google, which was a very controversial program.In Silicon Valley. Well, I can't discuss the specifics of a classified program, but I can say if this were true, I'd be very proud. And I have to say, you know, it's like now many people have criticized Google. My version of it is AI, military AI will determine our lives, the lives of your kid. This is a zero-sum thing. The country with the most important AI, most powerful AI, will determine the rules. That country should be either us or a Western country.民主主義を守るためにも AI の覇権を中国に渡してはならないと暗に述べているわけです。今後のパランティアの企業活動は一体どのように発展し、ロシアの軍事侵攻に対しては西側諸国を有利に導く活動ができるのでしょうか。そして AI テクノロジーの覇権はどこの国がつかむことになるのでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。